の踏み場がありません。まるで青年館の集会です。サンダルを外に置いて出入りすることもありますが、片付けるのを忘れて出発すると事件現場のようになってしまいます。ピコちゃん一家が車中泊に出かけるときは、パパさんとママさんのスニーカーと旅先でブラブラするとき用のサンダルを持っていきます。ピコちゃんはトリマーさんに褒められた立派な肉球があるので靴はいらないです。ピコちゃん号にはエントランス横に靴入れ的なスペースがあるのですが、ここにサンダルを入れるとエントランスが狭くスニーカーが邪魔で乗り降りしにくいのです。そこで靴収納の快適化の DIY をしようと思うのです。もう第何弾の快適化 DIY なのかわからないです。材料は100均のセリアで買ったアイアンバーです。それと家にあった板と2センチの角材を使用します。そのままでもいいのですが、せっかくなので前に使い余ったリメイクシートでそれっぽくします。裏側に吊り下げ用金具を木ネジで取り付けるのと同時に、木ネジで板を貫いて表側の角材を固定します。なぜ2センチの角材を使うのかというと、アイアンバーの高さが4センチしかないので、角材を入れて板との隙間を合計6センチにしたいのです。粘着フックを取り付けます。サンダルが2足あるので2つ作りました。がすっきりしました。しかしこのままだと走行中ガチャガチャとうるさいです。裏側に貼り付けるのはダイソーの耐震マットです。これ便利です。このティッシュペーパーは耐震マットで壁に貼り付けているのです。今回板との隙間を6センチにしたのはサンダルを入れるためですが、6センチのままでも無理をすればスニーカーも入ります。しかしスニーカーに合わせて板との隙間を大きくすればスムーズに入ると思います。
今回使用したアイアンバーより高さに余裕のある大きいサイズもあります。靴が収納できたのでエントランスがすっきりです。ほうきでお掃除です。このほうきを止めているのがダイソーのワンキャッチです。ほうき以外に傘もキャッチしてくれます。この靴収納板は普通車での車中泊の時にも使えます。靴収納板ってのはダサいです。シューズラックボードにしましょう。用意するのは少し大きめの S 字フックです。電池を使って少し加工します。このような2種類の形にします。チェーンを用意します。これを適当な長さにカットします。昔、モビレオスパイクで車中泊を楽しんでいた頃は、靴の置き場に苦労しましたです。